きりしません。アランさん、オルニストさん、お豆腐さん、タケさん、スケヒラさん、カズチンさん、オレオオズさん、サチコデラックスさん、ナオさん、ティンバレラさん、トーリさん、こんにちは。ちょっと待って、お豆腐さん何これ、ロケット、何これ、ロケット、ありがとうございます。プラムさん、音速の飛行士さん、こんにちは。ちょっとディズニーの話は夜します。ちょっとまあ楽しかったです、とりあえず。プラムさん、音速の飛行士さんって私言ったっけこれ。キムさん、こんにちは。キョンさん、こんにちは。もうね、ガチで疲れた。エニョさん、こんにちは。お父さん、ハートありがとうございます。箱おじいさん、こんにちは。そう、昨日ね、ディズニーに行ってきたんです、私一人で。一人ディズニーしたんだけど、あの、まあ疲れた、普通に。まあ疲れて、でも昨日でも帰ってきて、でダラダラして、ご飯も家で食べて、結局でなんか2時ぐらいには寝たのなんだけど、もう1時に目覚ましかけて、夜中の2時に寝て、昼の1時に今日の目覚ましかけてたんだけど、一応ね、あの1時まで1回も起きることなくてか、なんなら目覚ましなかったらきっともっと寝てたなってぐらいでした。小ぎつねさん、こんにちは。ヤギヤギさん、ハートありがとうございます。そういちさん、こんにちはって言ったっけ。おにわそっと、ありがとうございます。おめがもんさん、こんにちは。さちこデラックスさん、福内ありがとうございます。いちたさん、みんさん、こんにちは。そう、やばくない、ガチ疲れた。なんか休息時間っていう、あのドンキとかに売ってる、なんか足の裏とかにさ貼るなんか湿布みたいのがあるんですよ。足の裏用のやつはなんかつぶつぶがついてて、つぼ押しみたいな、それがめっちゃ好きで常備してるんですけど、常備っていうか、まあ結構買うんですけど、それを貼って寝たらね、すごく良くなった、足が。でももうない、買わなきゃ。天気は良かった。まさひこさん、こんにちは。たけさん、落花生ありがとうございます。福和内もありがとうございます。としさん、伊賀のじまるさん、かぼちゃさん、こんにちは。そうで、今日はこれから出かける予定があるので、すごいっしょ、もう予定があるのでメイクしようかなと思ってますね。ガチ眠い。今日もよく眠れそうです。アルファさん、こんにちは。無事骨折手術終わって、明日足りない。あー、ほんとよかった。まずはね、無事に退院することがね一番ですから。あら、よかったよかった。ソアリンは乗ってないです。昨日はタワテラメインで行ったのでね。お刺身さん、シャムさん、こんにちは。シャムさん、誰もありがとうございます。そう、また詳しい話は夜にします。ちょっといろいろ話したいことがありすぎるんだ、本当に。今日の夜も配信できると思います。あー、ダメだ、入らないよ、コンタクトが調子が悪い。涙が止まらないぜ。慎太郎さん、こんにちは。鬼は外、ありがとうございます。ちょっと待って、前髪がさ、うん、ちょっと、よし、右目は入ったぞ。ソーリーさん、こんにちは。お刺身さん、これロケットでいいのかな、スペースシャトルと風呂敷ありがとうございます。ちょっと何か分かんないんですけどね、どういう意図での2月のそれなんだろうね。なんか水の惑星が発見されたんでしょ、それ。タイムリーすぎ、めっちゃ時事ネタじゃん。サマユビトさん、こんにちは。
水の惑星だっけ、なんか発見されたんでしょ、97光年先みたいな。え小丸さん、四季山ロッペンさん、こんにちは自分で言っててわけわかんなくなって、えとか言っちゃって。言語のさん、懐中電灯マリアさん、こんにちは。いや、ほんとめんどくさいんだけどメイク。さんちゃん、こんにちは。でもしないと外出れないんでします。ジーズさん、こんにちは。ゲンゴロウさん、落花生ありがとうございます。ウナンさん、こんにちは。もうね、赤サボさん、こんにちは。あ、そうだ、聞いてね、聞いて、また夜も話すかもしれないんだけど、あ、2月のテーマが宇宙、へえ、いいね。ね、聞いて聞いて、ちょっとめっちゃ嬉しい話、あのお知らせとかじゃないんだけど、めっちゃ嬉しい話聞いて。この前採取受けたじゃないですか。それはあれだ、まだ分かんないの、明日結果が分かるんだけど、それ以外なんかちょっと特殊で、それだけ先に発表されて、その結果が、で採取だったのね。で採取を受けて、それの結果が明日なんだけど、それ以外のやつ全部単位取れました久しぶりにさ、一発でフルタン何してんの、ねえ、やばくない？でもめっちゃ嬉しかった。全部丸って書いてあって、やったーと思って。あ、大学の授業の話ね。めっちゃ嬉しかった。今日発表だったの。え、ガチで嬉しい。本当にやばい。やばいよね。ありがとう。私はね、まあまあふざけた大学生活を送ってましたが、こんなんでも単位って取れるんですね。嬉しい。うちの大学緩くて本当にありがたい。もう出てれば勝ちみたいなとこあるから、正直。まあ的にそっちもちょい心配。いや、なんか大丈夫かなとは思ってたけど、まあ、ワンチャン再試あるかな1個くらいはとか思ってたんだよね。なんかその油断しといてみたいな、こっちがね、油断してるとそういうこともあるかなってちょっと思ってたけど、でも大丈夫だった。豆の目さん、キヨピーさん、こんにちは。ガチで嬉しいんだけど、本当に久しぶり一発フルタンアホでしょ、ガチでねえ、笑ってください。ガウさん、こんにちは。よかったよかった、ひとまずね、安心したぜ。いや、ほんと嬉しい。それで明日、明日だよ。でも嬉しいとか言ってるけど、明日、本命は明日だから。何って、この前さ、採取受けたって言ったじゃないですか、私。で、なんかその授業がちょっと特殊で、そのこの前受けたやつだけ先に発表されてたの、結果が早めに。で、それは採取だったから、この前受けてきたのね。で、それ以外のやつはまだ発表もされてなくて、で、それが今日発表だったんだけど、そのこの間採取受けたやつ以外の教科は全部合格してたよっていう、単位もらえてたよっていう話で、久しぶりに一発で
フル単位が取れたのよ。だから歓喜してるってわけ。だからもう要は明日の結果に全てがかかってるってこと。タコボーズさんじゃなかった、ごめんなさい。たけしさんこんにちは。俺が思ってた以上に山あり足りないの学生生活。そうちょっとね本当にねもう早く話したいね。卒業決まったら全部話すね。そうなんだよ、そうなの。もうね、それその話だけでマジ2時間配信できるぐらいにはいろいろあったから、卒業、大学卒業したら卒業日は配信するね。おめでとう配信しよう。その時桜のギフトとかあったらいいのにね。桜の花びらたちやってみんな。マジで本当に留年覚悟した。いや分かんない、ちょっと明日の結果出てからこういうこと言おう。ガチ留年かもしれないから明日の結果出てからそういうこと言うわ。そう、あと1個で卒業決まると思う。やばくない？リベンドラさんこんにちは、ハートありがとうございます。マンポンさんこんにちは、カズーさんこんにちは。他に、いや他にも危なそうなのはないけど、別に緩いから。だけどでもなんかこうやって大丈夫だろうって油断してると意外となんか一個落ちてた、落ちてるってか、あの最新になったりしてるのとかあるかなとか思ってたけど、それは平気だったっていう話。ちょっとあれ取ってきます、パウダー。いつもパウダー持ってくるの忘れるんだよね、私。何なんだろう。あ、そうじゃん、ちょっと待って。ああ。ちょっと待って、そうだ。大事なこと。みんな今日ビス発売です。見てください。カピおじさんこんにちは、今日ビス発売です。新潟ちょっと遅れてるかな。よいしょ、じゃじゃーん。こんな感じ。なんかさ、ポストに無理やり入れられてたからさ、ガリガリなんだけど、やめてくれよ。じゃじゃーん、こっちが通常版。増刊号は道枝くんです、表紙。私は通常版が届いた、見よ。ちょっとさ、道枝くんも見たいんだよね。どこだ、うわかっこよ。この子ほんとに顔綺麗だよね。グローなんとかって何これ、かっこいい。まず自分見ろよって、細いお腹。何、あ、もうちょっと、じゃあ自分を探します。さーて、え、この人かわいい、誰、名前がわかんない。あ、かわいい人。あれ、いないよ。はい、だ、いました。うんうん、いいねいいね、うんうん、いいねいいね。KSK さんこんにちは、マックスとキサ115号さんこんにちは、落花生ありがとうございます。ミスは電子版だけ、お
ありがとうございます。そう、今日発売なので皆さんよかったら、レックスさんこんにちは、見てみてください。表紙違くても中身一緒なので、どっちかがなくてもどっちか買えば私はいます、どっちにも。はい、よろしくお願いいたします。はあ、もう4時半だぜ。でもなんか今日1時ぐらいに起きて、まあなんかちょっとめっちゃいい、なんかたまたまね、いろんな人から連絡が来てたからそれを返したりとかして、いろいろなんかイベントの打ち合わせっていうかね、まあ LINE でだけど打ち合わせとかもちょっと進めつつみたいな感じでいろいろやってて今日で、まあ軽くご飯食べて、で、あの洗濯回して掃除してみたいな、意外といろいろやりましたね。今日学校じゃないよ、学校はもう終わりました。ポコさん、天使さんこんにちは。そう、学校はねもう行かなくていいの、春休みね。これさ、まあさ、よくやっちゃうの、なんか美味しい時とかなんかご飯とか食べてさ、でもさ口の中に入ってたら美味しいってすぐ言えないじゃん、だからなんかってやるの、こうやって。そしたらさ、友達にめっちゃ笑われて、この間ちょっと封印してこうと思うんだけど癖でやっちゃうんだよねマジで思う。そんなに別に気にしてやってなかったからさ、そう言われてちょっと、あ、そう確かにって思っちゃった。さっきの顔見たらついイワシが起きたと思う。え、そうでしょ、今日顔のさむくみがすごくて、すっごいんだよね、むくんでて。え、わかんない、なんか勢いがすごいって言われた。なんかさ、マーがさ、おいしいみたいな、そのおいしいで、なんか、あ、おいしいよとかじゃなくて、うわ、おいしいっていうのを表現したくてこうやってやるのよ、それの勢いがすごい圧やばくないって言われてそう、笑われた。ワイマツさん、ジャンジーさんこんにちは。いや、卒業はまだしてないよ、春休みだから。え、なんて説明すればいいの、まだまだ、一個なんか一個だけ特殊な授業があって、それはこの間先に結果が出て再試ってなったから、この間再試を受けて、それの結果を明日出る。でそれ以外の教科は今日結果が出て、それは全部取れてたの。だから明日の結果次第で卒業できるかできないかが決まるって感じかな。そうそうそう、ただもう学校には行かなくていいの、とりあえずね、という意味です。伝わるかな。4月、うん、行かないよ、ん、なんて説明すればいいの。え、4月、うん、もう4年生だからね、私。卒業できたら大学には行かないけど、できなかったら行くかもね、行くかもねってか行くけどね。いや、ここまで来て高卒はやばいって、普通に最終学歴これ4年間やって高卒はやばいからね、5年生でもやりますけどね。そうだよ、分かる、1単位のためにって嫌だよね。前松さん、中瀬ありがとうございます。バンブーさんこんにちは。なに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 、分かんないみやさんこんにちは。分かる、1個のためにとか最悪だよね。4月に出るビスの肩書きはどうなの。え、それな、MS さんこんにちは。
それなフリーターとかになるかもしれないそしたら一応タレントとかにしとく。ライバーでっか、ライバーでフリーターやばいってまずいよね。私危なかったけど担当の教授に泣きついてレポート入れてもらった。ああなるほどね、そうなんだ。自分の時は希望のところに就職できるのにわざと留年した先輩がいて、うわーすげー、逆に無理だわ、それは無理。ただで留年できるならいいけどさ、それでも全然留年するってことはよ、学費も払わなきゃいけないからね。そんな無理無理。芸能界にね復帰できたらいいけどね、私はそんなつてがないですよ、うん、そんなつても知名度もないから無理です。母さん福内ありがとうございますね、福を招いていこうぜ、本当に。そう、笑う角には福来たるっていうぐらいですからね、とりあえず笑顔でいた方がいいね一旦しんどくてもね、作り笑顔でも笑うといいって言うからね。ね、まあ物は考えようですから、そうそういうことね。本当に顔のむくみすごい、ちょっとどうしたらいいのこれ、目が重い。カピおじさん、お庭外福あうち、ありがとうございます。恵方巻きさ、私さあんま食べる習慣ないんだけど、食べるんですか逆に方角もよく分かってないし。カピオリさん落花生ありがとうございます。眼精疲労ってさ、頭痛とかにもつながっちゃうし、やだよね。意外とね、目って全部つながってるとかするからね、とか頭とかね、やだよね。肩とか痛くても頭も痛くなるし、やだやだ。私は遊び疲れですからね、シンプルにまあまあ願う福をもたらしく、本当みんなの気持ちを少しでも軽くできたらいいですよね。わあくだらねえなーって、こんなやつもいるんだなーってね、思ってくれたら嬉しいな。ポストの写真めっちゃ笑って、それえそれな、そうでしょ、珍しいでしょ、私があんなに笑ってる写真あげるの。マンポンさん100キロありがとうございます。あれって西本週刊関東も通ってる。あ、そうなんだ。え、わかんの、家庭にもよるのかなと思う。誰って、え、普通友達、友達、なんかカフェ行って、なんか
すごいあの内装がねいい感じのとこだったの。初めて行ったとこなんだけど、でなんかあのここ背景に写真撮ったらすごい良さそうだよって言ってくれて、あじゃあちょっと撮ってって言ったのよ。なんで笑ったんだっけな、あれ忘れたんだけど、なんか面白くて。まさかさんこんにちは。そうなんか面白くて笑っちゃって、その時その笑った瞬間が写真に撮られてて、えこれとかめっちゃいいじゃん、たまにはこういうのも載せなよって言われて。オリゼさん、コウキツさんこんにちは。そうそれでそれでたまには載せてみようかなと思って。そう友達、えでもねなんか別になんかふざけてとかじゃないの、ふざけて笑わせてきたとかじゃなくて、なんか多分あのさらっと言った言葉がちょっと面白くて積もりはまったんだろうね。あんま覚えてないんだもん、なんか何言われたとかなんで笑ったとかあんま覚えてない。あ違う、思い出した、あれだ、なんすかなんかさすがさすがみたいに言われたら、なんかさポーズとか撮るやん、なんかちょっとこう雰囲気に合わせたポーズとか撮るじゃん、写真撮ってもらうんだったら角度とか。そしたらなんかいきなり、あさすがやっぱ違うねとか言い出して、いや何それとか言って笑ってた時の写真かな。そうそうそう、そう面白かった。そんな今更そういうこと言うと思ってね。そうそうそう、でもねすごいあの写真をねいっぱい撮ってくれるっていうか、なんか良さそうなスポットがあったら、えここいいんじゃないとか言ってね言ってくれたりとかして、本当に理解があってありがたいです。私の友達そういう人多いけどね、すごい。てか私そういうことをやってるって言える人じゃないと一緒に出かけないから。ノアさんこんにちは。てかなんていうの、一緒に出かけないっていうか、一緒に出かけるほど仲良くならないってか、なれない。休みの日にわざわざ一緒に出かけるような人はもう仲いい人だから、そうそうそう、そういう人にはねいろいろ言ってますよ。過去にアイドルをやってたとかね、そう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 、で今はショールームっていうので配信しててとかとは言ってるけど、だからもうあの私の友達はみんな今日は配信大丈夫とか心配してくれる子が多い今日配信大丈夫なのとか、今日配信まだやるのとか面白くない、何それっていう、そんな心配されてる友達に、面白い。そうなんです、いい子ばっかり恵まれてますわ私は。あれちょっとやだやだ、飾りが取れてるぜ。えどっから取れたんだろう、おいおい、これ飾りが可愛いのに。よし、治った。鈴下さんこんにちは。デザインがいいいいです、出なくて。そう面白いよね本当に。前にさ、えその時見てた人いるかな、あのさ前にさ夏ぐらいか、鈴人さんハートありがとうございます。堀さんこんにちは。去年の夏ぐらいになんか友達が
地方から泊まりに来てうちに夏休み中みたいな。リバさんこんにちは。そう普通に喋ってた子配信で、あの子とかもなんか配信やりなやりなみたいな、ラジオ配信やりなやりなとか、おもろくない普通に、めっちゃ普通に出るやんと思って。めぐみのさんこんにちは。めっちゃ仲良しですね。だいたい毎年ね夏に会うんだけど、今年はどうかなって。仕事がお世話になります。あーそっかそっか、ありがとう。また夜にね、お疲れ様、ありがとう。そうそう、ボイドさんこんにちは。そう、あの子とかもね結構みんな理解があっていいですよ。やっぱこないだはるかちゃんとやったインスタライブ見に来てたしな見てたでしょとか言ってたえ笑ってたから、ね、バレたかなとは思ってた言ってた、見てんじゃねえと思って集中してって言われた昨日だっけ、野滝さんも友達喋ってたけど、ああそうなんだ、へえ珍しいね。見られたら恥ずかしいもん。いや別に恥ずかしくはないよ全然。いやだって私別にそんなさ普段とキャラ違うとかじゃないじゃん。なんか普段とキャラ違ったらやばいよ。普段こういう感じで配信でなんか、あ皆さんこんにちはとかだったらやばいやんそれは恥ずかしいけど、私別にそういうのできないっていうかさ、そういうの苦手だからさ、そういうタイプじゃないじゃん。だから別に全然恥ずかしくはないよ全く。萌え系とかじゃないじゃん私でしょ。そう、なんか普段とね違う感じの配信スタイルだったらちょっと嫌かな、見られたくないかな昔のいやリカちゃんはさ、でもさ似合うじゃん別に、それでも別に変じゃないじゃん、可愛いお顔だしね。そうだけど私はさ、それだとちょっとおかしなことになるじゃんか。やっぱ似合う似合わないってあるから、やっぱ何でも服と一緒で、みんながみんないいってわけじゃないからね。そうそう、私はそれ似合わないタイプだから。そうですよ。しゅうけんさんこんにちは。アイドルの子は配信中隣にいた妹に真似だ面白い。そうだよね、兄弟とかね、もっと違う姿をね見る機会もあるだろうし。マサトンさんこんにちは。あー確かに、あーまるまるさん来てくれてありがとう、高い声みたい。あーなるほどねそっかそっか、確かに。そうだから私はそれができないの、疲れちゃうっていうか、まず似合わないし、そういうのがね大前提として似合わないし、ちょっとやっぱなんか違うなって感じなの自分の中で。そうだからもう常にこういう感じ。配信と普段の姿はそこまで大差ないかなって感じですね、うん、だってさ、例えばさめっちゃ作ってたとしてさ、じゃあまあ偶然遭遇したとかとするじゃないですか。なんかあのさ、私さ写真の加工とかしないのもそういうことなの、配信とか。なんか実際会ってさ、え全然違うやんみたいな、もう見た目も中身も全然違うじゃんってなったらさ、がっかりしない？え大体さ、いい方にイメージと違うってことってないじゃん。なんか実はこんな感じなんだみたいなさ、なんかちょっとマイナスポイントっていうか、ちょっとがっかりポイントじゃん。
だからそれが嫌で写真もこういうのも加工してないし、声とか喋り方とかも普段のままなの。お母さんが電話でよそ行きの声出してると同じ。ああなるほどね。ヨッタさんこんにちは。野中倉さんこんにちは。元がいいかいつも。そんなことないよ。そんなことないけど、そう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 。でもそういうことなんかその実際に見てがっかりされるのの方が悲しいから、その元々こういう人なんだって思ったらさ、追加でがっかりがないじゃん。その時にあーなんかちょっと見た時にねイメージと違うとかさとかだったらもうその時点できっと見なくなるじゃん。ひげおやじさん初見さんこんにちは、ありがとうございます。はじめまして。そうだけどなんかその知った状態でさらにがっかりされるのが悲しいからあんまり。今ちんさんこんにちは。なんかさこれ昔使ってたのと同じ種類のさアイライナーなんだけどさ、使ったことあってもあれだね、違うので慣れちゃってると書きづらいね最初はね。前髪がねだいぶ伸びてきた。そうこれからどっか行くの、どっか。そう今日はちょっと予定があるんですこの後。普通に買い物もしたいんだけど、そんな時間はなさそう。アイライン汚っ、まあいいや。ワイさんこんにちは。ガウさんスペースシャトルありがとうございます。プシュー、やべ何これ。シズさん深内ありがとうございます。落下性もありがとうございます。プシューとか言って遊んでたらよし。とりあえずメイクは完成して、今日はね本当にビジュが悪い、漏れない顔が。よいしょ。アイロン、よいしょ。疲れちゃってる。バッグを用意して、おお騒がしいね毎日毎日本当にこの家は。高橋さんこんにちは。昨日はディズニーだけ？もちろんもちろん朝から晩までいましたよ一人で。すごない？でもねさすがにもう無理、もう無理って毎回思うけど行っちゃうんだよね。で今日の夜ちょっと話すね、ディズニーのことについてはちょっといろいろ話したいことがありすぎてもう無理。昨日ほんとツイートしようと思ったけどやめといた一応。普通に口で言うわと。ゆうさんこんにちは。
いしよう。リップでも塗ろうか。リップ塗ると全然違うね、やっぱり。昨日わざわざ北海道とか持って行ったのに一個も使わなかった。なんか夜のさショーがあったらさ使うんだけどさ、今夜のショーやってないんだよね、閑散期だから。全然閑散期じゃなかったけどね、めちゃくちゃ混んでたけど怒ってますやんっていう。すいません、りっくんこんばんは、ゆうたさん、ロンさん、スペクトルさん、ちくわドーナツさん、こんにちは。そう、同じこと考えてる人が多かったね。すごく楽しかったけど混んでた、今日は珍しくストレートでいきます。なんかさ美容院さもうちょっとしたら行くんだけどさ、本当に早くトリートメントしたい。ちょっと傷んでる最近。会長キャピさん、こんにちは。そう、傷んでるから早くトリートメントしたい。でなんか前髪もさ、なんか自分でちょっとくらい切ってもいいかって思ってたんだけど、でもなんかその顔周りのね髪の毛を調整するときにさ、短い状態だとつなげにくいかなと思って、その前髪からこうねこう自然につながってほしいんだけど、私がここまでバツって切っちゃうともうその短いところはさどうにもできないからさ、だったらもう伸ばしていってちゃんと綺麗につなげてもらった方がいいのではって思って、ちょっと今切らないで頑張ってるんだよね。すごい長いんだけど今自分的には。しかもなんかさこのさ左右がさすごい非対称なの、なんか長さが。私はさちょうどここさど真ん中でさ分けててさ髪の毛を、分け目がねこのど真ん中ののまっすぐで、なんか左右対称になってほしいんだけど、こっちは割といい感じなんだよね、長さも始まりのさ位置もその
横毛か髪の顔のさ横毛って言われる位置のもちょうどいい位置から始まってるのよ。だからこうやって巻くといい感じになるのよね。こうやってほら自然にさつながるの。こうしてちょうどいいしね。こっちこうやってほら、え、わかります？言いたいこと。めっちゃいい感じじゃん、こっち。そうなんだけど、こっちはなんか前髪と、もう前髪の途中からこの長いのが入ってたりとかで、なんか長さも全然ちょうどよくなくて、もうここがまず長すぎるっていうね。でこれはまあ排除したとしてもこうじゃん。でもなんかこのさ前髪のさ中にこの長いのが入っちゃってるっていうのがもう気に入らないよね、私的には。北陸ペンギンさんこんにちは。そうだからさ、なんて言えばいいの、長いの短いのみたいになってんの。本当はこうじゃん、なこっちが長くてこっちが短かったらこうつながるのに、こっちに長いのがあってこっちに短いのがあるから変になるみたいな。それがすごい嫌で、なんか多分ちょっとミスってるよねみたいな。すっごい嫌、気持ち悪い。なんかさ変なところにさ細かいの A 型って、自分が気にならないところは別にどうでもいいんだよ。なんか A 型ってさすごい几帳面って言われてるじゃん。だけどなんか実際は自分のその興味あるところはもうすっごいきちっとしてたいタイプなのよ、自分が気になるところは。私水回りとかもそういうタイプだし多分なんだけど、なんかその自分がどうでもいいところは別にどうでもいいのよ、ね、でその気になるところなの、ここ前髪は。だからもうすごい気持ち悪くてずっと我慢してんの。だからちょっと次行った時にちゃんとしてもらおうと思って。でしかもこっちその始まりの位置も微妙だから、こっちだけめっちゃハゲてるし、こっちはつながってるのに、でも長さも違うからさ、量も長さも全然違うから、こっちはなんかこう下に流れてるのにこっちは横に流れてるみたいな。こっちになってほしいのよね、こっちも。そうだから右合わせにしてほしいんだけど、もうなんかとにかく気持ち悪いんだよね今この前髪の状態。テチテチさん、ティダカンカンさん、ケイスケちゃん、アツヒロさんこんにちは。アツヒロさんハートありがとうございます。そうそうそうなんだけど、切っちゃえばって思うよね。でもさ、そのもう量も長さも変えたいからあんまいじんない方がいいかなと思って、ちょっと今一旦ね保留中なの。自分でいじんないようにしてる。気持ち悪い本当に、マジで嫌。しかもさ、なんか前回さ、なんかその分け目いつも真ん中にしてるのにさ、真ん中じゃないところで切られたんだよね。その分け目真ん中にせずに切られたの。え、なんでって思ったけどね。キクさん、初見さんこんにちは。テチテチさんハートありがとうございます。そう、なんかすごい嫌、嫌です今。気に入らないマジで。私はもう真ん中でピシッと分けて、左右対称にピシッとなってほしいの。これが多分気になるところなんだろうね、まあ、あの。ケメがずっと同じだとハゲちゃうから、え、いいです、ハゲてもとりあえず別にやめて勝手にしないでほしい。それじゃあそれ言ってからやって、勝手にやめて。
最近はなんか前髪ゆるーく巻いてますね、こんな感じで。ともくん初見さんこんにちは。そう、こんな感じでゆるーく巻いてる。なんかがっつり巻くと変になるんだよね。私あんま似合わないの、がっつり巻き前髪。そう、似合わないし、なんかすぐまっすぐになっちゃって変になるから、適当にちょっとこういう感じで巻いてます、最近は。できたー。そうで、 この時にこっちもこうなってくれたらちょっとなんかやってますよねって感じになるんだけどね。エリオさんこんにちは。そうだけどならないので、とりあえずこんな感じで完成。なんか寂しいね、顔周りっていうか、なんか寂しいね。何か装飾をつけましょうかね。番所さん、羽鳥さんこんにちは。友明さんこんにちは。なんかアクセサリーとか、ネックレスどこやったっけな、私って。ちょっとこれも片付けて、よいしょ。ないってことないと思うんだけどな、どっかに置いちゃったのかな。いや違うな、あれれれれ、でこうやって物をすぐなくすでしょ。マジでどこ行った。諦めです。こないだなんか嬉しそうにつけてたよね、これ300円なんだけど安いのに高見えしてとか言ってたのが、もうどっかに行った。こないだもどっか行って勝手になんか出てきたんだよね、知らん間に出てきてた。あれ、とりあえずまあピアスにつけますか。なんて読むんだろうこれ、アルフォンズさん、鈴木一郎さん、マリカさん、二度寝さんこんにちは。ちょっとどこ行っちゃったんだろう、あのネックレス。渡り鳥さんこんにちは。よし、オッケー。ネックレスつけようと思ったのに最悪なんですけど自分が悪いけどどっか行っちゃった、なんでだろう、マジで。
よし、もうそろそろ出ようかな。なんか今日セクシー、本当なんでだろうね。あれじゃない？でもストレートだからっていうのもあるかもね。いつもとちょっとイメージ違うみたいなもあるかもね。私前髪流してるから、私が美容院に行けるまであと数日。頑張れ頑張れ、耐えろ耐えろ。今日は今から AKB 劇場公演。お、いいじゃん、最高だね。楽しんで来てください。オッケー、よし、オッケーです、できた。じゃあ行ってこようかな。トンテンさんこんにちは。今日また夜も配信すると思います。ちょっと時間は未定です、お知らせしますね。じゃあありがとうございました。完成です。今日のまうちゃん、また夜お会いしましょう。ありがとうございました。バイバーイ、行ってきます。